こんにちは。本日の院長教えてはですね、頸椎椎間板ヘルニアです。頸椎椎間板ヘルニアっていうとあんまりよくわからないっていう人が多いと思うんですけど、ヘルニアっていうと腰をイメージする人が多いんですけど、実は首にもヘルニアの症状は起こります。ヘルニアっていうのは中の髄核がピロって飛び出しちゃった状態ですね。それで神経を圧迫して、痺れが出たり痛みが出るような症状になります。で、今回ね、この頸椎椎間板ヘルニアを取り上げようと思ったきっかけが、うちのこの YouTube の方にコメントいただきまして、たっちゃんさんっていう方からいただいたんで、ちょっとその内容をご紹介していきたいと思います。はじめまして、先々週左肩から左手まで急に激しい痛み、しびれが出ましたと。で、このしびれが出たっていうことなんですけども、まず痛みっていうのは神経の圧迫が強いってことになります。神経の圧迫が弱ければしびれだけなんですけど、痛みも出ちゃう、肩から手先に痛みが出るっていう場合は圧迫が強いってことですね。で、場合によってはこの肩甲骨まで来るっていう人もいらっしゃいますね。で、整形外科で首の MRI、 首左肩のレントゲンを取りましたとね。はい。です。検査の結果 MR 画像で頸椎の6番の頸椎ヘルニアで神経圧迫していますから、今の症状が出ている可能性が高いと言われましたと。ちなみに63歳です。先生から老化からと言われました。確かにこれ老化現象から腰の腰の、ヘルニアの場合は年齢が若い人に多いんですけど、若いために水分が多くて髄核をビョンと押しちゃうっていう力があってね、それでなるっていうのが腰なんですけど、首の場合は老化現象でなっちゃうことが多いです。確かにね。で、薬がカロナール、タリージェ、ビタミン B12 が処方されました。2週間様子を見てくださいと言われました。今日は痛みが少し落ち着きましたが、昨日までカロナールでは痛みが取れなかったので、昔もらって残っていたボルタレンがあったので飲みましたら少し痛みが落ち着きました。昨日は痛みが朝から激しく、ボルタレンも効きませんでした。 Google で頸椎ヘルニアで調べましたら、治療には整体、マッサージ、電気治療、レーザー治療がありました。治らない場合は手術みたいです。首にメスを入れるのは怖いです。明後日整形外科に行きます。何かいい手術以外に治療法はありますでしょうか。長文失礼いたしました。よろしくお願い申し上げますということでコメントをいただきました。で、これについてね、これ見てる方っていうのも頸椎椎間板ヘルニアになってる方が見てることが多いと思うので、まずは頸椎椎間板ヘルニアっていうのがどういうものなのかっていうのを皆さんで一緒にご理解いただければなと思います。じゃあ頸椎椎間板ヘルニアっていうのはどういうのかってことなんですけども、まず頸椎椎間板ヘルニアっていうのは30歳から50代、この年齢以降に多い、特徴があります。30代以降ですね、30、50以降年齢、この方は62、3歳でしたけども、そのような年齢の方がなると。で、腰椎椎間板ヘルニア、腰のヘルニアですねの場合は20代から40代この狭い若い範囲に多いんですね。と、比較的若い人に発症するのが、腰椎椎間板ヘルニアですと。そして頸椎椎間板ヘルニアは日々の積み重ねで傷んだ繊維輪から繊維輪っていうのはこういうふうに大腹ありますよね。大腹の皮の部分があって中にあんこうがあるんですけども、あんこうがビロンって飛び出しちゃった、皮の外にビロンってあんこう飛び出しちゃったやつをヘルニアっていうんですね。で、皮ごとビヨンって、あんこと一緒に皮ごとビヨンって出ちゃうタイプもあるんですけど、こっち治りにくいんですね。で、この繊維輪っていうのは比較的大腹が、そうですね、大腹ずっと置いとくと硬くなると思うんですけど、ああいう風に白い部分が硬くなってるんですけど、繊維輪すごい硬いものなんですが、そこが何か日々のこの動作であったりなんかでもう摩耗してきて弱くなっちゃってるんですね。それで何かの時に突如として痛みが出るんです。だから、積み重ね
で傷んだ繊維輪からタイヤのパンクのようにある日突然発症するのが、頸椎椎間板ヘルニアになります。そして最初は寝違えないような首の痛みを訴えますが出て、次第に手先、肩、この辺もそうですけどね、肩、肩甲骨にかけてしびれや痛みが出てくるのが特徴です。整形外科でレントゲンを取ってヘルニアですと言われる場合がありますが、頸椎椎間板ヘルニアの確定診断は MRI のみです。確かにね、我々整骨院の人間なんかでもここに、まあ、ここなんかにこの辺に出てれば6番だったりとか、この辺だったら7番とかね、8番とかね、覚えらさせるんですけど、学生なんかでここ123とかね、いろいろ覚えさせるんですが、これデルマトームっていうんですけども、これを見れば神経根の圧迫があるかどうかっていうのをチェックできます。あとテスト法なんかで見れば、ある程度、まあ、ヘルニアだろうっていうのは読めるんですけども、まあ、一応確定診断としていうのは MRI になりますね。だからレントゲンだけ見てテスト法もしないのに、ヘルニアですよっていうのはちょっと違うかな、疑いがありますよっていうんだったらまあいいんですけども、はい。なのでヘルニアの確定診断には MRI が使われますが、患者さんの症状と MRI の画像が一致していない頸椎ヘルニア、一致していない場合は頸椎椎間板ヘルニアとは言えないんです。例えばこの方、5番6番だったんですよね、5番6番の症状ってことは、通常だと5番がここですから三角筋の部分だし、6番だとこの辺からこの辺なんですね、しびれが出る部分が。だから例えば MRI で頸椎の5番と6番って言ってるのに、この辺がしびれますよって言ってたら、それはもう違うってことになっちゃうんですね。症状とレントゲンで合ってない。つまり5番と6番で MRI で画像が出てるんだったら、突出はしてるけど神経の圧迫がないってことになっちゃいます、ね、突出してても、それを突出してるものをドイツ語だとヘルニアって言うんですけども、それが神経圧迫してるものを腰椎椎間板ヘルニアだったり頸椎椎間板ヘルニアっていう病気になりますんで、だからよくね MRI の画像を見ると突出してるけど症状出てないっていう人結構多いんですよ。それはもう変性してるので、この後確かにね神経の圧迫するっていう場合はあるんですけど、だからそうじゃない人もいる。だから必ず MRI と患者さんが言ってるものが合ってなきゃいけない。このタッチャンさんは肩とこの辺指先に映ってるから5番と6番で合ってますよね。だからまあ完全に頸椎椎間板ヘルニアだと思います。そして症状が進行してくると手に力が入らなくなるので、箸が使いにくくなったりボタンがかけづらくなったりします。こういう症状を言う人います。うちなんか結構手術しなきゃいけないんだけど先生どうにか治してよっていう人多いんですね。うちは難病専門でやっておりますので、そういった方がよくいらっしゃいます。そうするとやっぱりね、こう箸が使えないとかボタンが閉められなくなっちゃったんだよなんていう人いますね。これ結構神経の圧迫が強い状況なんで、一刻も早くやらないといけない状態になりますね。でこれでも鍼灸しても治らない場合は手術になっちゃいます。また脊髄に圧迫がある場合は足のもつれ、歩行障害が出ることもあります。原因はスマホの普及によるストレートネックやスポーツ。ストレートネックっていうのはなんか今スマホとかこうやってて、こうやってんすね、みんなね、こうやってそうすると首伸びちゃうんですよ、こうやって。これが一番良くない。あと高い枕とかね、こういうのも良くない。でスポーツなんかだとコンタクトスポーツなんかやってる人やっぱ首を痛めやすいですよね。ラグビーだとかアメフト、柔道、レスリング、格闘技、スキー、スノーボードなんかも転倒が結構多いので首の衝撃が強いですよね。そういった他にもなんか激しいスポーツなんかだったりすると首の負荷が強くて、こういったことが原因になって頸椎椎間板ヘルニアになっちゃいますね。で、まあ、スポーツじゃなくてなっちゃう場合の人はほとんどがこの頸椎椎間ストレートネックになります。なのでストレートネック直したいっていう方はストレートネックっていう動画を作ってますので、こちらの動画を見ておいてください。でもう症状で頸椎椎間板ヘルニアで症状出てるんだったら、もうストレートネック直すっていうより、まず痛みを抑えて、痛みが収まったらストレートネックの改善っていう風にしていかなきゃいけません。今痛い痛いって言ってるのにストレートネックの改善法をやってもダメですからね。
悪化する場合もありますので、まずは痛みを抑えて、痛みがなくなったらストレートネックの改善をして、再発をしないようにしましょうってことになります。はい。ではですね、まず、ストレートネックについて説明していきますけども、ストレートネックっていうのは、まあ、こういうふうに前に出てってる状態ですね。で、通常ここの首っていうのは前腕してて、胸椎のところで後腕してて、腰椎のところが前腕するって言って、こうやって、綺麗な S 字をしています。で、この綺麗な S 字をしている理由っていうのが、頭の重さって結構重いんですね。体重の 10% あるって言われてます。70キロある方だと7キロの重さがあることになりますし、100キロある方だと10キロもあります。10キロのものを、支えるってなると、やっぱり重さを逃がすためにこうやって S 字にして、いろいろな周りの筋肉で支えてあげるっていう目的があるので、S 字にわざと曲がっております。で、今度、頸椎椎間板ヘルニアの場合だと、頸椎椎間、ストレートネックの場合だと、このように首がビヨーンって前に持ってかれちゃう。重いからね。7キロとか10キロとか、女の人だったら5キロとか、50キロぐらいあれば5キロ、60キロぐらいあれば6キロ、70キロあれば7キロっていう感じになりますので、重くてだんだん支えれなくなってグイーっていっちゃう。で、やはりね、男性よりも女性の方がストレートネックっていうのは多いです。なぜかというと、肩幅が狭いんですね。肩幅が狭いから、肩のところの筋肉自体が弱いので、頭の重さを支えられません。頭の重さを支えられないために、だんだん骨が変形してきます。で、骨が変形してくると、この下の部分にもろに重さがかかっちゃうんですね。こうやって引っ張られてくるので。だから、この辺が痛いっていう風に言う人が多くなりますね。通常だったらこういう風にまっすぐになる。バーンとね。で、本当にこういう風に綺麗な人、綺麗な姿勢の人って最近すごく減ってます。街で、よくいろんな人を見ますけれども、本当に綺麗な姿勢の人ってあんまりいないなって思います。こういう人が多い。で、こういう風になるとやっぱ背中も痛いしね、首の付け根も痛いし、で、手が痺れてくる。ヘルニアになる理由ってやっぱこれ多いですからね。コンタクトスポーツやってないのに、なっちゃうっていう場合はもうほとんどこれ。はい、続いてね、ヘルニアについて見ていくんですけど、ヘルニアになる部分っていうのは首と腰になりますね。まあ、あとは脱腸っていうのでね、なることもありますけれども、まあ、基本的にヘルニアっていうのは頸椎椎間背骨でなるのは首と腰です。で、腰の場合は先ほども説明した通り、20代から40代と比較的若い人に多いです。それの理由としては、これ、青いところが繊維輪、黄色いところが髄核っていう形で、さっき大福で説明しましたが、青い部分が大福の皮、黄色いところがあんこみたいな感じなんですね。で、この繊維輪、髄核っていうあんこの部分っていうのは、水分が 80% から 90% ぐらいあって、水分量が多いんですよ。なので、若い人だと水分量がいっぱい入ってるため、ボーンって水圧で出ちゃうことがあるので、腰の場合だと若い人に多いってことになります。ね。で、今度は首の場合だと、ここの繊維輪も、髄核もある程度水分が減ってきます。で、繊維輪はもともと硬いものなんですけど、日々の動作の中で、ここの繊維輪にひびが入ってきたりだとかね、ちょっと弱くなってくるんですね。弱くなってったところで、ある日朝起きた時とか何か動かした時に、この髄核がビヨンって出てきちゃって、激痛がするとか、痺れが出てくるとか、そういった感じになるのが、頸椎椎間板ヘルニア。だから、30歳から50歳以降、だから今回の方は60歳でしたけども、そういうことが起こる。70歳でもなります。ね、年齢が高ければ高いほど起こります。この繊維輪っていうのが弱くなってくるのでね。で、この赤いところが、脊髄神経なんですけども、脊髄神経だから、例えば、首の今回5番だったから、5番だと、6番だとここだし、5番だと肩のところだしね、肩先の部分だしってことになるので、この神経分節っていうデルマトームっていうのがあるので、これはどこに出るかっていうのは覚えておけばいいなと。まあ、それはまあ皆さん学生じゃないんで覚えなくたっていいんですけども、で、ここの
まあ、今回1番と2番でしか首は書いてませんけども、ここの黄色い髄核あんこですね、あんこがビロンと出てしまって、ここの赤い線の部分がありますけど、ここに当たってしまうとしびれだったり痛みが出ます。で、軽くぶつかってるだけだったらしびれです。で、あまりにも強く圧迫が強いと痛みに変わっちゃいます。で、今回タチアさんっていうのは痛みがちょっと出るってことは神経の圧迫が強いのかなっていうことになります。で、腰も同じね、腰も同じで、4番とか5番とか仙骨神経1番、この辺に多いですね、腰もね。これもピロって出ちゃうと痛いよってことで、首も腰も年齢が重なったりで、この腰の場合なんかスポーツやってる人に多いですから、こうだん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 こうやって変性していくんですよ。この水分量がねしっかりあったんだけど、水分量が運動しすぎたりだとか、あの年齢が経ちすぎてしまったりだとかすると水分量が少なくなっちゃう。この水色の部分少なくなりましたよね。で、これがもっと進んでいくと圧迫が加わってってしまうので、ギュイーンって圧力がかかるから骨がミヨーンって伸びちゃう。骨がミヨーンって伸びるとこいつ自体も圧迫されるのでミヨーンって出ちゃう。それでこのあんこうの黄色い、ね、髄核っていうあんこがベロって出てしまったらヘルニアですごく激痛がすると。で、このヘルニアで治りにくいパターンっていうのは、このあんこうが、大福の皮を破らない場合、これが治りにくい。大福の皮を破ってあんこが外に出ちゃった場合の方は、免疫がここにパクパクパクってきてね食べてくれるので治りやすい。しかし大福の皮を破んないでビロって出てるパターンに関しては免疫が中に入っていけませんので治りにくいヘルニアになります。で、このタイプでなかなか1ヶ月経っても治らないとかね、鍼灸施術1ヶ月やってるけど治らないって言ったら、まあ、手術っていう方法を考えてもいいのかもしれませんね。ただ、まあ、手術しなきゃいけない絶対的な例っていうのは後でまた紹介しますけど、そうじゃなかったらもうちょっとね1ヶ月以上3ヶ月ぐらい見るってこともできます、ね。まあ、これがさっき言ったヘルニアで、こういう風にこっちのタイプが治りにくいんですよね。で、こっちのタイプっていうのはあんこがピロって出ちゃってるタイプ、これっていうのは免疫がパクパク食べてくれるから比較的痛みは激しいんだけども治りやすいよっていうことになりますね、こっちはね。で、ほとんどの場合がこっちなんだけど、やっぱりこっちの例っていうのもあります。これ治りにくい例ね。うちの患者さんなんかでももう2年ぐらい、いろんな整骨院だ整体院だいろんなところ行ったけど全く治んなかって今うちに来ているんですけども治りましたが、このタイプでしたよね、うん。で、ヘルニアもね治せるところと治せないところしっかりあるので、皆さんしっかりヘルニア治したいよ、腰だったり首だったり治したいよって言ったらちゃんとした先生に見てもらうと全然治んないからね、お金と時間の無駄になっちゃいますね。それだけ注意してください。で、これ上から見た図です、背骨をね上から見た図なんですけど、基本的に片方だけに出ります。外側方っつってね、外側方のこの繊維輪っていうのが弱いんですよ。弱いから片っぽだけにビロって出ちゃうんですね。こう外側方って外側のところにね出るんですけども、場合によっては頚椎椎間板ヘルニアなんかの場合だと腰なんかもあるんですけども、首なんかにちょっと多いのはこの真ん中圧迫したんですね。この真ん中の赤い部分っていうのは脊髄なんですよ。脊髄圧迫しちゃった場合っていうのはもうこれ注意が必要で手術の適用です。これはもう早くやった方がですね、手術、これはもうごちゃごちゃ言わず手術しなさいって話なんですけども、だから脊髄症状が出てる場合だったり、右手だけじゃなくて左手とか両手に出てる場合、それから下肢に症状が出てる場合、下肢っていうのは下半身ね、そういった部分に症状が出てる場合っていうのは手術の絶対適用になりますので、あと膀胱直腸障害って言ってね、おしっこの出が悪いとか、おしっこが出なくなっちゃったよとか、なんかおしっこの症状、あと失禁しちゃうよとか、そういった場合はもう手術絶対的手術になるので、鍼灸だうんぬんかんぬん言ってるよりももう早く手術しないと脊髄圧迫しちゃうんで下半身不随になりますからね、危ないですよね。なので頚椎ヘルニアっていうのは結構難しいんですよ。難しいし危険なんで、安易な、セルフなんとかとかね、自分でどうこうしようって無理ですし危ない。で、整体院とかマッサージとかでやるっていうのもちょっと危険なので、これはもう本当にちゃんとした専門的な治療を受ける必要性があります。そして技術の高い先生にやらないと全然治んないので、
ちゃんと技術の高くて、頸椎椎間板ヘルニアの症例数が多い先生に見てもらうっていうことが大変重要になるってことは覚えておいてください。はい、ではですね、たっちゃんさんの場合を見ていきたいと思いますが、この方の場合だと痛みが強くて手術をお勧めされて勧告されていますが、実際に今のちょっとね、まだこのコメントだけなんで何とも言えないですけど、 MR の画像とか見てるわけじゃないので何とも言えないけど、話この見てる分だけだったら実際に手術しないでも鍼灸施術で改善する場合があるのかなと思います。しかし手先の筋力が著しく低下してる場合、このたっちゃんさんの場合だったら、ここの5番と6番なので、6番ここなんで、この母子球見ていただきたいんですけど、母子球とここね、ここが左右で比べた時に薄くなってる場合はちょっと注意が必要になります。で、最も分かりやすいのはこんな感じに見えます。母子球なくなると猿の手みたいに見えます。で、そういう風になってきたらもう手術した方がいいかもしれませんね。で、他の部位によっては、あとはね、こうやってつまみが弱くなってる、こう全部こう確認してみてください。つまみが弱くなって、箸がつかめないかとかね、ボタンがつけられるかとかね、そういうのができなくなってきたらもう本当に注意が必要。あとは両手に症状、しびれとか痛みが出てるよとかね、両足に症状出てるとかね、こういう場合は注意が必要になります。あとは両足じゃなくても、今回この方左手って言ってますが、左足にも症状が出るとかね、下肢の筋力が低下してる、歩行障害でちょっとつまずくとか、なんかそういうことがある場合も注意。あとは排尿障害って言って、尿のコントロール障害だと失禁などが出る、こういった場合は手術が第一選択になってしまいます。もう一回言いますよ。手先の筋力が弱くなってる場合、両手に症状が出てる場合、両足にも症状が出ちゃう、あとは下肢の筋力が低下したり歩きにくい、つまずいちゃう、そして排尿障害が出る場合は手術になりますので、そういう症状が出てたらもう絶対的にすぐ手術してください。ただそこまでの症状が出てない場合は、鍼灸治療によって改善する例もたくさんあるので、痛みでどうしようもないという方は鍼灸施術を体験してみてください。そしてまだこのたっちゃんさんの場合は発症から2週間ちょっとなので、発症から1ヶ月間は手術に踏み切るのではなく、鍼灸施術にて様子を見ることをお勧めいたします。椎間板ヘルニアの場合、痛みのピークは通常の場合2から3週間と言われています。たっちゃんさんはちょうど現在が痛みのピークなんだと思います。ですので最低でも2週間は鍼灸施術で様子を見た方が良いでしょう。手術は最終手段でご検討いただいても良いのかもしれません。そして頸椎椎間板ヘルニアでやってはいけないこと、まずこのように上を向くこと、これは大腹圧迫してあんこが飛び出しやすくしてしまいますので、上向くとか、朝起きた時ちょっといいからっつってこうやって上向いて、あ、今日どうかな、しびれ出るなって、この確認、こういう動きですね、これ絶対ダメ。あとは首をこうやってね回す、これもダメになります。これも結局大腹をギュッて圧迫してあんこビヨンって出ちゃうのと同じになっちゃうんで、これダメ。あと枕を高くして寝る方いらっしゃいますけども、枕っていうのはバスタオルを8等分に折ってこれぐらいの厚さで寝るのが一番いいと言われているので、それ以上高い方っていうのはそれが原因で頸椎椎間板ヘルニアになっている可能性もありますので、高い枕っていうのは絶対にダメ。あとは先ほどと同じように、日頃からこういう人、もう亀みたいになっちゃってる人ね、こういう人っていうのは先ほど同様、この状態っていうのはこういう風に上を向いている状態と変わりません。だから首の圧迫をしている状態と変わらないですね、こうなっている状態っていうのは。だから常に大腹がギュッギュッギュッって圧迫している状態になっちゃうから、あんこがビョッビョッビョッって出ちゃうのと同じなんで、しびれが出て痛みが出ちゃう原因になっちゃうんで、こうなっている方っていうのはなるべく顎を引くようにして筋肉をつけるようにしておいてください。あとは、YouTube なんか見てるとね、安易なセルフケアっていろいろ出てますけど、もうやめてくださいね。このヘルニアっていうのは大変危険なものなので、首ですからね。で、下手すると
脊髄損傷になってしまって下半身不随になる可能性もありますよ。なのでアイナセルフケアっていうのをやめていただいて、もうこれはもう頚椎ヘルニアに関しては腰椎ヘルニアだったら、まあ、セルフケアとかでもいいんですけども、首はすごく危険なので、これはもう専門家に任した方がいいと思います。自分で何しろかにしろっていうのをやめた方がいい。はい、ではまとめですね。頚椎椎間板ヘルニアの場合はセルフケアではなく危険なこともあるので、専門的に治療することをお勧めいたします。たかちゃんさんも Google で頚椎椎間板ヘルニアと検索したら、整体、マッサージ、電気治療、レーザー治療と出てきたとお話しされてますが、当院では全ての治療を行える観点からしても、早く痛みを改善したいようでしたら鍼灸施術が一番いいのかなと思います。皆さんも頚椎椎間板ヘルニアで悩んでるようでしたら、セルフケアよりも腕の良い鍼灸師の先生にご相談してみてください。ポイントは頚椎椎間板ヘルニアの症例数が多い先生に見てもらうことが大変重要になります。頚椎椎間板ヘルニアは危険を伴う疾患なので、整体やマッサージの対応はお勧めいたしません。危険です。整形外科、整骨院、接骨院、鍼灸院の中から自分に合った先生を見つけてください。私のおすすめは、全てね、まあ、整形外科の医師の免許は持ってませんけれども、整骨院、鍼灸院の教員の立場から言えば、まあ、鍼灸院の方が痛みを早く消すのにはいいんじゃないかなと思います。整骨院の場合だといろんな電気治療ができるので、ちょっと時間はかかるかもしれないけど、痛みを保険でやってくれる先生もいたりもするので、そういう腕のいい先生がいれば整骨院にご相談するのもいいのかもしれません。今後もこのような皆様にお役立ちになる健康情報の配信を行っていきますので、ぜひともチャンネル登録といいね、コメントをお待ちしております。ではここまで見ていただいた皆様は、特にたっちゃんさん、お願いしますよ。分かってますね。いいね、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 いいねでお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございました。おすすめの動画がこちらにありますので、ぜひこちらの動画もご覧いただければと思います。腰椎椎間板ヘルニアの動画であったり、ストレートネックの動画もありますので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。